崎チャンネル。ジョン、総チェックのお時間です。さあ、金曜日、もう終盤戦。残り試合ももう30試合を切ってきて、セパともに混戦模様。さあ、どこのチームが抜け出すのか、皆さんね、シーズン最後まで総チェック頑張っていきましょう。去年と違ってほぼ消化ゲームがない、これは最後までいきますよ。さあ、ということでね、今日こちらです。まずはパリーグから。オリックス対日本ハム、22日5対3でオリックス、23日4対2で日本ハム、1勝1敗の五分という形になりましたね。22日5対3、オリックス大逆転勝利ということで、オリックスね、6回まで4安打と攻め手なしというところでね、日本ハム伊藤6回3分の1、117球、8安打、7三振ね。で、無四球、4失点と。まあ、前半ね、完璧な試合展開。ね、伊藤がしっかり抑えて、ね、攻撃も5回表、ワンアウトから佐藤レフト前。で、石川ショートゴロ。で、西二塁で浅間がね、レフトへタイムリーツーベース。で、6回表、野村レフト前。で、ここでね、ピッチャー階段に変わって、近藤レフト前、ワンボールのライト前と、左に打たれちゃダメ、バーッと。ね、ここで吉田に交代するんだけど、ここ左で、ね、左対策出てきてて、左に二人打たれるっていうね、バーッとこれダメですね。で、そこでね、ピッチャー吉田に代わって、高浜、センターへね、犠牲フライ。で、この時に、一塁ランナー、二塁ランナーも、二、三塁にタッチアップ。グッツ。これはね、非常に素晴らしい。このね、近藤、ワンボールも一緒になってね、タッチアップ。セカンドランナーの近藤はね、わかるけども、ファーストランナーのワンボールも一緒についてセカンドにタッチアップは非常にグッドポイント。ね。で、ワンアウト二三塁になって、石井がね、スクイズでね、追加点。もうこれで、もうなんとか伊藤に、10勝させるぞと。久しぶりにね、個人の躍動っていうよりも、勝たせるっていうね、伊藤を絶対勝たせるっていうね。まあ、昭和ゲームになってくるとね、こういうのしなくなるっていうところがね、佐々木がいつも懸念している、バタバタってしやすいっていうところでもありますけども、ね、ここ絶対伊藤に勝たせるんやっていうね、戦略的にも中年のスクイズ。でね、3点取るんだけども、ここからです。7回裏。一気に5失点っていうね、日本も。ね。伊藤がね、ちょっと変化球高くなってね。まあそこをね、仕留められたっていうところはありますけども、ね。3対0から5回裏。ね。いきなり T 岡田ね、レフトへ、ヒット。で、もやがね、ライトへヒットで続いて、ノーアウト1塁。ここでね、足立がセンター前ヒット。ここがね、2点差とかだったらバントだけども、3点差だから攻めていくしかないっていうところでね、センター前ヒット。で、後藤シュータ、もし満塁から出てきて、チェンジアップ三振。ね。で、伏見。ここからワンアウト。満塁から、タイムリーヒットね。で、1点。で、福田周平。ここ、ショートゴロの間に1点。よし、あと1点差っていうところで、胸。ね。フォアボール。こういったところでもね、福田がすぐ盗塁してね。こういう盗塁、大事です。前も言いましたけどね。大事。で、紅林。ね。アウトコースのね、カットボールかな、スライダーかな、ちょっと引っ掛けてね。中間、トゥーン抜けていって、センターへね、逆転タイムリースリーベースっていうところで、一気に5点。ね。この紅林の一本、グッツ、ナイスバッティング。3番に起用されてね、ちょっとこう浮き沈みがね、ちょっとこう、好不調の波がこうあるけども、ここはしっかりね、この5点差ね、3点差、追いついて5点しっかり取ったっていうところはね、非常に素晴らしい攻撃だったかなと思います。そして23日、2対4で日本ハム。日本ハム縦の5回、79球、7安打4三振、無四球2失点、3勝目っていうところでね、フォークボール、スピリット系含めね、変化球非常にグッツ、低めにね、請求できて、非常にいい形のね、ピッチングできたんじゃないですかね。で、オリックス立場。5回3分の1、114球、9安打4三振、2四球4失点。いい時に比べたら、この前にいい時に比べたら、やっぱりね、この、左肩の開きが早い。開きが早くなることによって、左手が遠回りする。それによって、フォームが緩む。で、ピッチング内容も緩いっていうね、その投球がね、で、そこを通過されたかなと。やっぱこのね、いい時と悪い時のちょっと差が激しすぎるな。ちょっと腕がね、肩開くことによって触れてないように見えたね。で、日本ハムはもう効率よく1回、3回、5回に、しっかり得点っていうね、理想的な、試合展開。初回ね、いきなりまあ松本がレフト前ヒット打って西川バンド。で、野村フォアボールで近藤がね、ライトへ先制タイムリー。でね、ほんで高浜アウトでここで終わるかっていうところでね、浅間がしっかりね、タイムリー打って、この2点目取るっていうところはね、非常に良かった。浅間。グッチ。浅間いいところですね、最近ね。で、3回もね、西川先頭ヒットで出て、野村三振で近藤フォアボール。このね、立場フォアボールがね、常に絡んでるっていうところがね、ちょっと反省点だね。で、また2アウトになってから浅間がね、タイムリーライト。グッチ、ね。で、5回。で、西川レフト、ツーベース。で、野村がね、ライトへヒット打って、まあ、杉本ファンボールするけどね、まあ、ここは1点入ってたかなっていうところはあるんでね。
その後ノーアウトだったんでね。まあそういったところで効率よく点を取って。まあオリックスは逆にね、1、2番、福田5打数2安打、宗4打数3安打と、まあ1、2番がね、躍動した。けどもクリーンアップ。紅林 4タコ、杉本4打数1安打、T4 打数ノーヒットと。クリーンアップがヒット1本というところで、このね、1、2番の連動っていうところを活かしきれなかったっていうところがね、だからここね、この紅林はね、このちょっと波がね、あるっていうところがね、まあこんなこと言っても仕方ないんだけどね、そこでやっぱ吉田がいるってなると確率論からするとね、また違った展開になったかな。で、もうすぐね、なんか情報によると、26から復帰するんじゃないのかっていうね、情報もありますけど、果たしてどうなるのかね。まあオリックス、1勝1敗。ね、日本ハムも1勝1敗でした。続いて、西武対楽天。9月22日、4対2で楽天。23日、4対3で西武のサヨナラ勝ちっていうところでね。22日、4対2で楽天。楽天早川ね、5回3分の2、94球、5安打4三振、2四球2失点と。まあ、フォアボール少なく、連打許さずね。まあ、2本のホームランのみ、2回の中村のソロ、6回目の岸のソロね。これ粘りの投球できたかなと。で、対左にもね、しっかりインコースを使いながら、まあ、内外とね、幅広く使い分けて投球できたんじゃないのかなと、思います。まあ、これね、フォアボールがね、絡まなかったっていうところがね、この最小失点でいけた。で、連打食らわなかったっていうところでね、このホームランのみでね、抑えた。もしこれフォアボール絡んでたらね、ツーラン、スリーラン、なってた可能性もあるところでね、こういったところは非常にね、こう成長してきてるところじゃないのかなと、いいピッチングできましたね。で、西武、ね、逆に、フォアボール、全失点に絡むっていうところでね、楽天の攻撃、3回表、ワンアウトから、鈴木フォアボール。で、浅村がね、レフトへ、ホームラン、2点。で、6回表、オコエフォアボール。で、太田バンド。で、山崎センター前タイムリー。で、8回表、渡辺ライト前、オコエバンド。太田センター前、山崎フォアボールで、ワンアウト満塁から、鈴木がレフトへ犠牲フライトね。これ全部ね、フォアボールが絡むっていうところがね、やっぱりね、西武の反省点。ね。で、西武はね、ちょっと不思議な攻撃っていうところでね、3回裏、ワンアウトからね、川越フォアボール。で、源田レフト前っていうところで、ワンアウト1、3塁。岸ね。で、1塁ランナー、源田が盗塁。で、アウト。これはね、太田、グッスロー。でね、ショートの山崎、ナイスタッチ。これ非常にね、大きかったかなと。で、その後ね、サードゴロに打ち取って、無失点。この無失点でもね、この早川としては大きかったっていうところもあるけども、ライオンズね、この、アウトの後、源田がね、なんかこう、不思議そうな顔でいろいろ見てる。リクエスト要求なのか、それからサインミスなのか。で、辻監督がね、その試合後、ね、この、作戦に関しては言えないけど、うまくできなかったっていうことみたいなね。で、その、映像ではね、ベンチでその後、源田と川越が話す、素振りがね、見えたんで、これは何かしらのサインがあって、サインミスだろうな、という感じがありましたね。でもこれがね、逆に1点取れなかったところがね、西武の負けにつながったんじゃないのかなっていうね、ここがキーポイント。ね、逆に太田、ナイスショー。ね、そこよく刺した。ね、あれ西武に刺してたらね、っていうところもあったんでね。23日ね、4対3、西武のサヨナラ勝ちっていうところでね、西武先発松本、6回3分の2、112球、6安打7三振、無四球、3失点。でね、7回続投でも良かったんじゃないのかな。まあ、結果論だけどね。立ち上がりね、逆ダウンも多かったけど、これ無四球っていうところがね、グッドポイント。このポイントかなと。でね、ストレートを走ってて、その分ね、変化球も生きたんじゃないのかな、というところもありますね。で、5回ぐらいね、ワンアウト1、3塁から、ね、西武の攻撃、中村三振でダブルスチール。ファーストランナー森、サードランナー源田でね、1点取りに行くっていう。これ前日のやり直しですかっていうね、意地かな？ぶっつ。ね。これがやりたかったのかな？なんか、すごい。二日でやっていくっていうね。で、楽天、攻撃ね、7回表、岡島がね、ツーベース。で、茂木ライト前タイムリー。で、山崎バント。で、ディクソン三振。で、隅田の代打で渡辺出たところで、ピッチャー交代、クモン出てきて。で、渡辺に代打の代打でカスティーヨ。で、ツーアウト二塁からカスティーヨがレフト前同点タイムリー。ここがね、楽天のね、大きかったところだけども、結果論だけどね、松本、続投でもよかったんじゃないのかなっていうところはね、ありますね。で、9回、ね。で、ツーアウトから、森、ね、センターオーバー2です。で、中村敬遠。で、その先フォアボール。で、次がレフトへサヨナラヒットで、次、グーッビッググーから、内野ゴロ、ね。素晴らしいサヨナラヒットだったかなと思います。もう、投手先のフォアボール言いたかったね。あと、これ、謎なのがね、22日は、酒井で、損で、系統で、損が最後9回、投げ切って、23日は損が8回行って、酒井。これは何なんだろうね。打順っていうところも考えられなくないけど、でも打順によってリリーフが使い分けられて、だって打順もね、ひょっとしたらそれ打たれて回っていく可能性もあるし、これ何なんだろうね。なんか
一本化できないところでもあんのか、試してるところもあんのか、まあ、松井裕樹がいないっていうところの、ね、痛さはあるけども、酒井孫と孫酒井がこう2日で入れ替わったのはなんでだろうっていうね、ところは非常に疑問に思いましたね。まあ、結果ね、1勝1敗でした。さあ、続いて、ロッテ対ソフトバンク。22日4対1でソフトバンク。23日5対0でソフトバンク。ソフトバンク2連勝っていうね、ところになりましたけども、22日ね、ソフトバンク戦が7回3分の2、116球3安打9三振、2四球1失点と、まあ、前回のね、リベンジ投球っていうところでね、レアード、無安打で抑えてね、好投っていうところになりましたね。で、2回、4回、7回とね、まあ、ソフトバンクは非常に効率的にね、得点を、積み重ねていって、千賀のね、好投をアピールっていうかね、後押し、ね、っていうところで、まあ、2回もでもね、柳田がね、ライトへツーベースでね、山田がファンブルして、で、その後、デスパイのフォアボールで、牧原のね、犠牲フライで行って、で、4回も今宮ヒット、栗原ヒット、で、柳田のね、セカンドゴロの、間に1点を挙げて、ここで終わらないでね、デスパイネがレフトへタイムリー打って2点目ヒット打つっていうね、ここデスパイネ、最近6割、打率、すごい上がってきた。で、7回ね、リチャードが、東からね、ホームランっていうところでね、逆でもね、あのライナー系はね、マリーはね、伸びるんだよね。で、まあ8回ぐらいね、ロッテはなんとかね、まあ1点を返すけども、まあここまでっていうところでね、ロッテも今ね、5回70球7安打、三振0、1つのフォアボール3失点。まあ全体的に高く甘く入ったかなっていうね、ところはありますね。で、ソフトバンク、千賀モイネの森。このね、やっぱ、モイネの森、このね、大きいリリーフっていうところがね、非常に、形として戻ってきたところは、やっぱりね、チームとしては大きいかな、というところありますね。で、23日、5対0でソフトバンク。ロッテ、佐々木、腰の張りで、登板回避。緊急先発で、土肥、チャンス生かせずっていうね、こういうね、急遽来たところでもこういう選手たちってのはチャンスだから、そこを生かせるかどうか、勝負っていうところでね、2回37球、6安打、三振0、フォアボール0、3失点。球が甘い高いっていうところがね、もう通算された要因。で、ソフトバンク2回表ね、柳田センターへね、ホームラン。ツーストライクと追い込みながら、そっから仕留めきれずね、スリーボールツーストライクなんて最後はど真ん中投げるっていうね。で、バックスクリーンに確信ホームラン。で、その後デスパイネがね、ライトでツーベース、牧原ライト前。で、ノーアウト一三塁になって、マッチがね、センター犠牲フライ。このホームランだけで終わらないっていうところも大きかったね。で、その後ワンアウト一塁から残って、で、甲斐がレフト前。で、ムミオリがね、センターへツーベース。で、これまずさらに点を取るっていうね、この3点目、2点目っていうところが、非常にね、いい攻め方だったかなと。で、5回表栗原がね、ホームランを打って、しっかりね、この効率よく点をね、この試合もね、取っていくと。で、ロッテね、前半失点で、もう攻撃がね、単調っていうね、5回裏、藤岡レフト前、で、代打佐藤フォアボール。で、ノーアウト一塁だって、こっからの一番の攻撃っていうところで、荻野がセカンドフライ。で、藤原ね、ショートライン、セカンドライナー。で、中村サードゴロと無得点。まあ、4点差もあってね。まあ、ここでさすがにバンドとかね、っていうところはなかなかないだろうっていうところでね。まあ、一気にって言いたいところはあったけども、まあ、ここがね、まあ、点差もあって単調にならざるを得なかったかなっていうところはありますよね。で、まあ、強いて言えばこの試合をひっくり返したかもしれない。強いて言えば、初回、2アウト1塁で角中三振。ここで強いてね、言えば得点できてれば、ひょっとしたら流れがね、変わったかもしれないっていうところで、まあ、ソフトバンクはね、この2戦、千賀マルチネスと、まあね、二人の今ね、一番信頼できるピッチャーを持ってきて、完勝っていうところで、まあ、ソフトバンクのね、異常を見たっていうところもありますし、やっぱりね、ロッテがこの勝っていくためには、このね、先発が頑張んないとっていうね、ここまでやっぱ先発が非常に頑張ってたんで、まあ、先発の頑張りで、最小得点でも勝ち抜いていくっていうところのね、試合をやっていかないと。しかもね、マーティンがいなくなった。1対1!ロメロがいなくなった。1対1。マスダの不良。1対1。でももうすぐ帰ってくるよ。っていう。これはね、本当の1対1になってますけど、やっぱこれを勝ち抜いていくためには、やっぱ先発がしっかり頑張って、最低でもね、まあクオリティスタートは当たり前だけど、もう5、6回を2点ぐらいでね、抑えるぐらいでいって、最小得点で勝つっていうね、野球をしていかないと苦しい展開になるかなっていうね。怪我人で出てきて今までいなくなった。でもね、怪我人出てきて他のチームとね、平らになったんで、そういったところではここからどう戦っていくかがチーム力が問われる。逆にソフトバンク、ここから逆襲あるのかっていうね、2連勝に見えましたね。結果、2勝、ソフトバンクの勝ち越しでした。続いてセリーグ、DeNA 対ヤクルト。9月21日、5対2でヤクルト。22日、2対1でヤクルト。そして23日、4対2でヤクルト。ヤクルト3連勝!しかも、首位に立ちました。ヤクルトに、ビッグから入ります、今日はね。21日、5対2でヤクルト。ヤクルトね、速攻。1回表、塩見ね、ショートゴロ、内野安打。青木レフト前、山田ライト前。
そして村上が初球のカーブをライトへ満塁ホームラン。4分で4点取りました。この試合ね、日本放送の予備待機でね、横浜スタジアム見ていますけど、一瞬で4点取りました。で、DeNA はね、3回裏、栗原ライト前、で、柴田フォアボール、で、佐野レフト前、で、ここで、ノーアウト満塁をね、作り返すっていうね。で、ここでオースティンが、レフトへね、2点タイムリー。で、ノーアウト2、3塁になって、宮崎がね、サードゴロ。このね、3本間で挟まれながらランダムプレイしてるところで、このね、宮崎がセカンド行かないんだよね。オースティンが、サードに来る。までは、できたけども、宮崎がセカンドまで行かない。これなんで行かないのよ、バーッと。ね。で、ここ行かないことによって、ワンアウト1、3塁から、牧野、6、4、3、ダブルプレイ。これひょっとしたらね、セカンド行ってたら、内野が後ろ下がってて、ね、1点、もう1点目入ったかもしれない。もしかしたら何かしらのね、ことが違うことが起きたかもしれないっていうところで、この宮崎が2塁行かなかったところはバットかなと。で、ヤクルトね、ピッチャーシャッケルフォードに変わって6回表、中村センター前、で、サンタナ三振。で、ここでね、牽制、悪送球が起きて、ワンアウト2塁になって、西浦がね、レフトへタイムリー。この1点がね、大きい、キーポイントだったかなと。で、DeNA はね、ミスからね、失点。で、追加点取れずっていうところでね、バッとかなと、この牽制、悪送球も痛かった。ね。で、22日、2対1でね、ヤクルトの勝ち。これはもうね、声出しルール統一できてないの。もう終盤だけどね、っていうね、テーマです。ね。ヤクルト、4回表。あ、これ、里崎チェック。です。はい。4回表、2アウトからね、西浦センター前。で、サンタナがね、ライトへ同点、タイムリーヒット、2ベースを打つんだけども、牧とオースティンがね、交差して当たって、落球っていうね。声出しルールないのっていうね。しかも今お客さんがいないから、で応援もどんちゃかしてないし、声絶対聞こえるし、ね、みたいな。で、9回表、村上センター前、で、オスナ三振。で、西浦ね、バンとして、エスコバーとね、伊藤が交錯して、伊藤転倒で投げられずで、キャッチャー内野安打。声出しルール、外国人選手と日本人でできてないの。そらね、シーズン序盤だったら、DeNA はね、外国人選手の来日が遅れてるんでね、そういうのをキャンプでやってこれなかったからミスが起きた。まあわかるね。もう終盤です。100試合以上も終わって。そこで、この外国人選手と日本人選手のコミュニケーションのなさ、バーッとチームに。ビッグバット。で、ワンアウト一塁になって山田、ショートゴロ、ダブルプレーかと思ったところで一塁セーフ。ここがよく走ったね。で、ツーアウト二三塁になって中村がね、センターへ決勝ヒット。ね、タイムリーヒットっていうところで、こういったね、相手のミスにつけ込んで点を取っていく。逆に DeNA はこのミスでね、失点を重ねて勝っていた試合が勝ちきれないっていうところは非常にもったいないかなと。で、23日ね、4対2でヤクルトっていうところで、ヤクルト先発、サイスリーと、ガッペッチストレートのね、力強さ。で、カットボール、スライダーっていうところを投げていくんだけど、高め狙って投げてんのか言ってんのか分かんないけど、そこま、力あるから振り、ね、打ち返しきれないんだよね。で、左バッターとか、その高い位置からカットボール、胸元曲がっていくから、まあ、詰まるよね。で、たまにこれ、低めのストレートが、バー角度あるっていうところで、ストライク先行でね、勝負できたっていうところは非常に良かったかなと。7回116球、4安打、7三振、2四球、1失点と。これ、まあ、長い回投げたっていうところもね、非常にチームとしては良かったし、その後でね、田口、で、星とね、今回はね、清水とはね、マクガフ。まあ、連戦中なんでね、休ませる。これ休ませるっていうところもあって、サイスニードをね、長く投げさせたんだけども、ここはね、非常にそのベンチの意図、チーム状況っていうところもね、考えての、このサイスニードの高騰っていうのは、非常にグッド、ね、だったかなと、思いますね。で、4回表ね、攻撃っていうところでは、まあ、2アウト1塁からね、前日のヒーローでもある、ね。まあ、最後中村が打ったけどね、この途中の西浦のヒットとか、つなぎとかね、で、こう、タイムリーっていうところも大きかった。この西浦がね、ツーボールから思いっきり振り込んでね、スリーラン。グッド。ナイスホームラン。で、7回裏にね、牧が、タイムリーツー。牧この日ね、3安打。非常に良かったかなと。打ってね、1点返されるんだけども、これ8回表の1点が大きかったね。山田テストのね、軽く振っただけで、シューンってもうドライバーショットのように、レフトに突き刺さったね、ホームラン。この1点というのが非常に大きかったかなと。だからサイスニードが投げて抑えて欲しいところで2発ね、ホームラン出るっていうところ。あとはやっぱりね、この西浦の、この、下位打線、この7番っていうね、下位打線で、2安打3打点っていうのは、非常に、素晴らしい活躍だったかなと思います。結果、ヤクルトの3連勝でございました。さあ、続いて、広島対巨人。21日、2対0で広島。そして22日、13対0で巨人。で、23日、5対0で巨人。巨人の2勝1敗で勝ち越しでしたね。21日、2対0で広島。広島どこだ ?9 回125球。6安打9三振。1フォアボール、1デッドボールで無失点。自身、初完封っていうところでね、
ガーッ、ナイス完封。ね。対右へのね、ストレート、そしてツーシームっていうところが、特にね、アウトコースへの球がね、非常に抜群。ナイスピッチングだったかなと思いますね。で、巨人の山口、5回3分の1、81球、5安打2三振、5四球、2失点。まあ、5四球ってね、制球ばらついたけども、まあ、粘りの投球2失点っていうところはね、非常に評価できるんじゃないのかなと。で、広島はね、6回裏ワンアウトから、小園ライト前、西川フォアボール。で、鈴木センター前タイムリーで、坂倉ライト前タイムリーね。こういったところでしっかりね、得点を演出できたっていうところもね、非常に戸郷のね、援護点になって、まあ、2点しか取れなかったけども、まあ、いい形でね、勝ちを拾ったかなと。で、巨人はね、2回、3回、4回、チャンス作るもね、1本出ずっていうところでね、2回岡本ライト前。で、ウィーラーアウトになって中田フォアボール、ワンアウト1塁から、ハイネマン、小林アウトっていうところもありますし、3回、ね、山口三振取るけども、吉川、松原がね、ヒット、そしてセーフティーバンドっていうところでクリーンアップにチャンス広げるも、坂本岡本がね、ここで得点圏、チャンス打てずっていうね。で、4回にも、ウィーラーヒット。で、中田三振。で、ハイネマンライト前ヒットで、まあ、小林がね、ダブルプレイっていうところになるっていうところで、まあ、ここら辺がね、チャンス作るも一本出ずっていうところがね、痛かったかなと。まあ、中田ね、昇格復帰戦になりましたけども、3打数ノーヒット、2三振、1のフォアボールとね、ここは連動しなかったかなと。で、22日、13対0で巨人ね。巨人、ね、初回、何としても先制点取るんやっていうところでね、吉川、菊池エラー、ファンブル、珍しい菊池。ね。で、松原がね、ショートに悩んだ。で、ここで坂本、バーンと。で、岡本がね、2点先制タイムリーっていうところでね、もう昨日のね、嫌な流れなんで、なんとかしてね、初回絶対点取るんやっていうね、このベンチの気合、策っていうところがね、ハマったかなと。広島クリね、2回3分の2、67球、6安打、3振0、4四球、7失点。まあ、悪いからそう見えるのかもわかんないけども、ちょっと体の広くが早くて、やっぱこう遠回りして、球が緩く見れて、なんかコントロールここだけでしかしてないから、しきれないんじゃないのかなっていうようにね、見えちゃいますね。まあ結果13点なんでね、もう何を言うかっていうと、巨人打線、よく打ったっていう話ですよ。もう2回2点、3回に5点、で8回に6点ね、もうこれ解説不要です。よく打ったっていう話です。で、23日、5対0で巨人っていうところでね、巨人ね、高橋、6回102球、3安打2三振、2四球、無失点っていうところで非常に素晴らしいピッチングだったかなと。逆に広島ね、玉村、114球、5安打3三振、2四球、5失点。玉村、疲れてんのかなぁ。玉村もちょっとこう早くなってるよね。で、そこでね、この、アウトコースの球っていうところね、全部真ん中入ってきてるんだ。やっぱりいい時っていうのは、右バッターへの外っていうところはしっかりコースにね、投げ切れて、低く投げ切れてっていうところがね、非常に玉村のいいところ。で、それでちょっとね、腕遅れてくることによっての、インコースのね、バシッとくる対角線っていうところでね、非常に幅を使えてんだけども、この2回のね、中田のホームランっていうところもね、このアウトコース狙ったのが真ん中入ってきてホームラン。で、3回のね、坂本のホームランも、チェンジアップがね、真ん中高めに入ってきて、まあ、それをホームラン。ね。で、まあ、で、ウィーラーの時もね、チェンジアップっていうところが、ちょっと真ん中目にね、入ってきてホームランっていうところもあるんで、このね、逆対角線の右バッターに対しての、このコントロールっていうところが甘くなってね、まあ、3本のね、ホームランに沈んだからと。逆に高橋祐希もね、そんな俺はよくは見えなかったけど、ちょっとね、カーブ打線が打ち損じっていうところがね、多くなってきたかなと。すっごい打ってた時に比べると、こう、全員が調子で全員が下がるっていうところがね、ちょっとカープの苦しいところかなっていうところはね、ありますよね。やっぱね、この、日替わりでね、ヒーロー出たりとか、こっち打たないけどこっち打つよってなってくると、こうね、いい感じで回っていくんだけど、全員良くて全員下がるっていうところが今ね、ちょっとカープ打線の苦しいところかなと。まあ、結果ね、2勝1敗で巨人の勝ち越しでした。続いて、中日対阪神、21日3対2で阪神、22日2対1で中日、そして23日3対3の引き分け、1勝1敗1分けで5分っていうかね、3連戦になりましたね。21日3対2で阪神。阪神ね、いい形で先制、記録に残らない判断ミス、負けなくてよかったっていうね、ところになりますけども、3回表ね、上野デッドボール、で、秋山バント、ワンアウト2塁になって近本のね、センターオーバー、タイムリーツーベース。で、中野がもう1回センターへね、タイムリーヒット、この1、2番の連動。非常にいいよね。こういったところでやっぱりね、2点目取るっていうところがね、いい打順。っていうか、いい打線。1、2番。最高。グッド。ね。で、中日ね、ピッチャー小川になって6回、高橋フォアボール。で、木下がレフト前。で、ノーアウト1、2になって加藤バント失敗。ね、ファースト出てきると、来てるのにファースト。で、サードアウト。バーッと。サードにしようよ。ね。で、ここで代打福留。4、3っていうところでね、セカンド木浪ね、こう1塁ランナー止まってるのに、
ファースト投げて、で、ファーストがセカンド投げてセーフになったんだけど、あそこのポイントは、止まってるの見えてるはずだから、あれね、取ったのはね、出て行きすぎて取って、多分、ランナー追い越しすぎちゃってんだよね。だからタッチいけないと思って、ファースト投げたと思うの。だからね、取るところ、あれ、もう一歩出ない、止まってんだから、そこで止まって取って、追い込んでいって、ファースト投げて、ランダムプレイでアウトで、俺は良かったと思うの。万が一、もう追い越しちゃったってなったら、俺はセカンド先やと思うんだよね。こういったね、ちょっとね、判断ミス。っていうところでね、その後、ツーアウト2、3塁になって、強打がね、センター、タイムリー、2点、同点っていうね、ところになるっていうところが、非常にね、この判断としてはもったいなかったかなと。で、阪神ね、9回表、ピッチャーマルティネス、島田、セカンドに内野安打、グーッと。で、ここで盗塁。しかも完璧に盗む。非常にいいスタート。もう木下ね、投げたけども、あれは無理だね。非常に素晴らしい盗塁。で、サンズ。ここでね、追い込まれてから、右打ち、進塁打。もう、ビッググー。この外国人選手がこういうのやり出すと強くなる。非常に素晴らしい進塁打。で、木浪がね、レフトへ、犠牲フライで、勝ち越し。木浪よかったね。この1点取ってね。で、3対2でね、阪神の勝ちになるけども、これね、中日側からしたらポイント。ね、木浪の時になって、レフト交代、武田になるんだよね、福田に。そこで、じゃあ、島田盗塁して二塁に行った時で変えてもいいんじゃないのっていうね。そしたらもしレフト前でもホームっていうところもあるから、ちょっと変え時がちょっと謎だったね。変えるにしてもね。で、22日、2対1で中日。ね、中日初回、ツーアウト一塁からね、ビシエドがセンター右中間にね、タイムリーツーベース打つけども、一塁ランナー高松がホームイン。足早い。ね。で、阪神、気になるポイント。ね。6回表、糸原がツーベース。で、マルテが三振。で、大山ショートゴロのサンズピッチャーゴロでね、無得点。ツーストライク追い込まれてんだから、前日のサンズのように、進塁打とか、打ってよ。打とうよ、サイン出てなくても。それで前日、勝ってんだから。っていうのをね、思いましたね。皆さんどう思いますか？いや、青柳、6回ね、97球、8安打5三振、2四球2失点と。まあ非常にね、粘り強くピッチングできたかなと。若干ツーシームシンカーの威力が疲れてんのかな、落ちてきてんじゃないのかなっていうところはね、心配になるけども、まあ2失点でね、抑えてるっていうところは負けたけどね、十分よ。ね。でね、まずは、ね、中日、6回95球、6安打2三振、1四球無失点と。非常にね、テンポよく投げ込んでね、緩急も自在に使って、バンテリンの松尾はね、怖いよっていうね、ところのね、ピッチングに、見えましたね。さあ、続いて、23日、3対3の引き分けっていうところになりますけども、まあ、先発はね、伊藤、ね、7回82球、2安打3三振、無四球、1つのデッドボールね、1失点と。非常にね、素晴らしい安定的なね、ピッチングできたかなと。もう本当にね、もう今年のルーキーは、当たり年っていうね。まあ、佐藤もね、帰ってきて、ホームラン、リクエストでファールってなってね、その、あれが、トレンド乗っちゃうんだから、佐藤とね、すごいところよ。だから栗林、佐藤、伊藤、中野、牧の新人を争い、阪神3人いるっていうね、ところも非常にね、素晴らしい。でね、完璧なね、勝ち芸演出。で、中日もね、笠原、6回90球、3安打3三振、4四球1失点。まあ、フォアボール4つ出すけどもね、まあ、なんとか踏ん張ったかなと。で、阪神はね、初回、近本センター前、で、中野がレフトライ、ワンアウト、糸原はツーアウトになって、で、ここでしっかり盗塁してから、マルテのね、先制点につなげていくっていうところもね、非常にいい形。で、6回裏ね、中日、ね、代打伊藤が、ライトへね、ツーベース、伊藤くん、グーッと。で、強打送りバウンドして、で、どの上はね、しっかり犠牲フライっていうところでね、まあ、しっかりこうね、着実に1点取っていく。で、その中で、8回表ね、この、ドバイシファンブル。エラーから。で、中野バント。で、糸原、ファーストゴロ。で、まるでフォアボールで、大山がね、しっかり、センターへの勝ち越し。で、ここでね、忘れちゃいけないのが、この選手よ。小畑、盗塁。このね、盗塁っていうところが非常に、やっぱこれね、途中から出てくる選手、まあ、柴田、小畑。ね、このね、盗塁のね、この飛び道具使えるところが、非常にね、強い。ね。で、しっかりね、盗塁を決めて、で、大山のね、2点タイムリーで勝ち越して、おーっと、これでね、勝ったな、というところになりましたけど、9回裏ね、スワレス。まあでもね、スワレスも後半戦ね、初めての失点。まあそれは失点するときもあるよね。仕方ないっていうところだけども、まあね、京田がね、ライトへツーベース。で、どの上、ライトへのヒット。で、ドワーと一三塁になって、大島ね、タイムリー。こう、ね、大山飛びつくけど、ポロッと、加藤ヘッドサイドにバタついてるね、加藤。
危なかったよ、セカンド。あれ、フォースアウトされてたらね。で、ビシエドショートゴロ。ね、ワンアウト一三塁になって、福留。ね、ここでレフトへタイムリーツーベースなるんだけども、挟まってね。あれ、ひょっとして挟まってなかったら、さよならだったかもしれないところで、上田。ファインプレー。あれ、意図したか意図してないか、たまたまなのか、恋なのか、これはわからないけども、あれ、挟まったらね、取っちゃダメだろ、絶対。ああいう場面で、こうね、取るふりして抜けませんみたいな演技で、これどうですかみたいなのがね、大事なの。そしたらね、ルール上、エンタイトルツーベースになるんだ。これによって、ファーストのね、三ツ俣が、ホームに帰ってこれなくて、まあ、その後ね、高橋周平敬遠して、まあ、木下のね、ダブルプレーで、あのダブルプレーのホームのキャッチャーうめえの。グッズ。非常に素晴らしい。あれ何気にすっごい難しいのよ。俺はキャッチャーだったからわかるけど。あ、元プロ野球選手のキャッチャーです。で、お笑い大好き芸人じゃないですよ。あ、違います。プロ野球大好き芸人じゃないですよ。もうね、言葉が回ってこなくなってきた。ね、あとで、上田のレフトあれ取らなかったっていうのはね、非常にグッズ。ナイスプレー。ね、目に見えない。ああいうののね、こういやらしさっていうところも大事なのよ。意図したかしてないかわかんないよ。たまたまなのかもしれないけど、あれはね、非常に素晴らしかった。まあ、まだね、運もある。ね、タイガース。ね、こうしっかりね、同点で防げたっていうところもね、まあ、この後ね、どうなってくるかで大きい引き分けになったんじゃないのかなと。まあ、結果ね、1勝1敗、1分けでした。さあ、ということでね、24日、今日からセリーグね、巨人、阪神、首位攻防戦、東京ドーム。ね、メルセデスと西。まあ、西も100勝してね、ちょっとこぶってなかったんで、メルセデスが若干ね、このストレートスピードっていうのがないんで、そこをね、阪神打線が打ち込んでいけるかっていうところがね、ポイントになってくる。まあ、巨人が勝つためにはやっぱりね、この6回まで、やっぱ2失点いないっていうところがね、非常に大事になってくるのかなと。阪神としてはもうね、打ちまくってっていうところがね、キーポイントになるんじゃない。ヤクルト、中位に立ってから中日、大野が来ます。で、高梨っていうところでね、この大野を打ち崩せるのかっていうところがね、ポイントになってきますね。DeNA 対広島、大瀬良、宮國がね、菅野に勝って、ここでね、連勝していきたいっていうところもあるし、大瀬良がね、若干怖がり上司じゃないんで、そこはね、どうなるのかっていうね。で、パーリーグ、ね、ロッテ連敗しましたけども、ここのポイントが、今1位でね、2.5 ゲーム差つけてるっていうところがポイントなんだよ。ロッテも負けるけど、結局他も負けてんだよね。昨日やっぱりね、オリックスはね、勝っとかなきゃいけなかったんだよね。そしたら 1.5 になってくると、ロッテにプレッシャー与えられるんだけども、結局ね、首位が負けても、その下も負けるっていうね。だからセリーグのちょっと前と一緒ぐらいの感じだよね。っていうところでなかなかね、差が縮まっていかない。まあ、ロッテはね、西武2枚と2木。まあ、2枚もね、ホーム変えてから、まあ、前回打たれましたけどね、いい形になってきてるんで、同一ピッチング。2木がね、先発が苦しい中で、やっぱり6回2失点ぐらいでね、抑えれるのかっていうところがね、ポイントかな。で、オリックス、ね、宮城、則本。宮城がね、若干疲れてきてるっていうね、情報も聞きますけども、楽天がね、ここから追撃、オリックスね、これでどっちが勝つからね、ロッテが連敗したらどっちが勝つから差が縮まっちゃうっていうところもあるし、オリックス楽天、どっちが抜け出すのか。ね。で、ソフトバンク、日本ハム、杉山もなんか2軍で結構めっちゃいいピッチングね、したらしくて、先発ね。で、噂、日本ハムは噂で負けられないっていうね、このソフトバンクもね、この日本ハムに負けてね、札幌で。で、そこでガタガタって来てるんでね、ここを勝ち切れるのか。ソフトバンクで、ね、ここから一気に行くためにはもう大型連勝必要。去年みたいなね。さあ、どうなるのか。パリーグも面白くなってきて、セリーグも面白いっていうところでね、今週からの3連戦、ね、週末、見逃せませんよっていうところで、週末のプロ野球、残り試合まで皆さん頑張っていきましょう。要チェック。